んにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。私ご飯を食べてねっていう食事、自分もいっぱいご飯食べるんですけどっていうのをしてるとですね、結構最近驚かれるんですよ。ご飯そんな進めていいんですかとか、ご飯食べていいのって言われることがすごく多くて、いやご飯、ね、食べるの日本人にとって普通なことじゃないですか。それにこんな驚かれることに驚くんですけども、なんでそうなってきてるのっていうと、やっぱ糖質制限がものすごいこうね、何でしょう、浸透してるというか、糖質制限をやってる人もとっても増えている。で、お医者さんなんかで糖質制限がいいですよ、糖質制限という言葉を使わなくても、ご飯控えてください、炭水化物控えてください、糖質を我慢するっていう、それが健康法としてなんかこう情報が多くなると、ね、なんか体にいいのかなってよくわからないまま、じゃあ私もやろうかなっていう人が多いと思うんですが、でそれについて柏原さんどう思いますかなんてよく聞かれるんですね。ご飯をしっかり食べるか、ね、糖質なんかを制限してご飯を抜くか、これは最終的には個人の選択、個人の思考だと思うので、いやご自由にっていうぐらいの感じ、糖質制限反対とかもないですし、糖質制限絶対ダメですってね、なんか言うあれもないんですけども、ただやっぱりちょっとこう自分の人生としてどっちの方が得なのかっていう観点で見ていただくといいのかななんて思って、でそれって一つの観点だけじゃないで、糖質制限の場合、体重が減るとか血糖値が下がるっていうことにすごくこうね、重きが置かれてたりするのかなと思うんですけど、糖質制限しなくても体重減るし、血糖値、糖質を取らなければ血糖値上がらないかもしれませんけど、糖質を制限すると何らかの糖質を取った時はもっと血糖値が上がりやすいという反動が起こる。で、逆にもともとご飯をいっぱい食べてきた日本人は糖質いっぱい食べてきて糖尿病が少ない、ね、今ご飯食べなくなって糖尿病が増えてるっていうことなんかもちょっとね考えていただくと、ご飯をちゃんと食べた方が血糖値安定しやすいという事実があるわけです。これも知らないと、抜いた方が血糖値にいいのかって思うとそっちの選択をしてしまうと思うんですけど、ご飯を食べても血糖値が安定する、ご飯を抜くと血糖値下がるかもしれないけどご飯食べた時はすごい上がるよっていうのをどっちがいいっていう。でしかもね、ご飯嫌いな人、米嫌いっていう人は、無理にご飯を食べてとは言わないんですけども、日本人は圧倒的にご飯好きが多いので、ご飯好きという人にとっては安心してご飯食べられた方が人生として楽しいし嬉しいし楽じゃないのって、なんか好きなものを我慢して控えて、ね、あ食べちゃダメだってやるよりか、ね、自由な方が、制限が多いより自由な方が楽しくないみたいな、そんなところなんですね。なのでシンプルに私は、楽だし、食べたいもの食べられるし自由だし、それでて、日本人長年昔から米食べてきて実証されてるわけですよ。急に米が良くないっていう方があれって思いません？で、この観点においても、いろんな医学的なエビデンス、長期的に見たもの、何十年という長期的で見たものをの疫学調査なんかは圧倒的に、糖質制限の方が寿命が短いとか病気のリスクが高いということが出ているんですね。短期的な、エビデンスはあまり重要じゃない、人生長いですから、そういったとこで、元気に長生きしたい人、老後も元気でいたいという方にはやっぱりね、糖質制限よりご飯ちゃんと食べた方がお得じゃないのって思うわけです。で、この辺で、糖質制限をこう、ね、主張してきた、推奨してきた先生とかが結構若くして、急死されたりとか、深刻な病気になったりなんていうのが結構出てきていますね。で、そもそも
まあ、日本でこんなに糖質制限が流行るよりもだいぶ前、アメリカではアトキンスダイエットっていう形で、まあ、糖質制限に似た食事法が大流行して、だけどものすごい心筋梗塞増えたり、ね、突然死なんかも増えて、危険だって提唱はねこう出て、危険だっていうちょっと注意喚起が出たというものなので、まあ、やっぱりですね、うん、極端な糖質制限はまずおすすめしたくないなと思うわけで、短期決戦で、ね、ちょっとこうやるっていうのは、まあ、一つ、ちょっとこうね、できれば専門家のサポートなんか受けてやってもらいたいですけど、長期で続かないというか長期で続けてほしくないという観点で言うと、まあ一時的に無理な食事をするよりずっと続けられる安全性の高い、しかも美味しく好きなご飯を食べられる安心感のある食事をしていただいたらいいのかなと思います。ね、ご飯を食べて大丈夫なんだっていうことを知らないと、食べない方がいいっていう情報がねどうしても聞こえてくると、そっちを選択するかもしれませんが、両方知ったあなたはどっちを選ぶっていう、まあ、選択ができるという分ラッキーだと思いませんか。まあ、そんなところで、ちょっとですね、ご飯を食べるの糖質制限するの、考えてみてください。ありがとうございます。